浦田結衣は日本の医師、ドイツの医学士号、ドクトル・メディチーネを日本人女性として初めて取得した人物。日本国内外で活躍、特に中国の天津では25年にわたって総合病院を営み、長年にわたって貧富を問わず病気に苦しむ人々を助けた。その一方では女性の地位が低いとされた時代にその立場に悩み、 また自分を支えてくれた父や夫を失うなど、波乱に満ちた人生を送った。裏伝は、出生時のせいであり、結婚後の本名は、中村ゆ下の名は、戸籍では、ただが、本人は、好んで、ただ表記を用いたと言われている。通称は、ただ子。他に、ただ子と表記する資料もある。ただの家族。右端がただ、中央があり、左端が母。 1873年5月3日、熊本県の天草諸島の市村、天草郡牛深村で、江戸末期から、干拓事業や、海産物販売などで栄えた、豪商、よろずやの次女として誕生した。子供時代より、高い工学心の持ち主であった。古東小学校を経て、1890年、村の富豪の若主人との縁談が持ち上がった。三三九度が交わされ、 盛大な縁が催された。縁談としては良い話であったが、ただは勉学を望み、その結婚生活から去った。この経緯には以下のように小説がある。幸いにも相手方の家が、ただの将来を望む意志と真摯な高学心に理解を示したことで、二人の離別は許された。結婚を捨てたただは、親戚筋の営む薬や吉田商華道に身を寄せた。 東京の明治女学校を経て、1890年11月6日に、熊本薬学校に入学した、北里研究所の人々、前列中央が、北里柴三郎、その後ろの三列目がただ、1892年10月に薬学校を卒業、翌月に大阪で薬剤師試験にも合格、1894年8月27日に、 薬剤師名簿に正式登録され、薬剤師として、父と共に薬局を開業した。しかし、ただの高学心は止まることがなく、牛深には眼病を患う住人が多かったことから、医師として、人々を救うことを志して、2年も経たずに薬局を廃業した。1895年に、再び上京して、翌1896年に、私立医学校である。 再生学者に入学した。再生学者は、開校当時には、女子の入学を許可していなかったが、日本の公共所以三3号である、高橋水子が門戸を開いた功績。そして、再生学者が再び女子の入学を禁止する4年、前のことであり、ただは、運よく入学することができた。1897年に、美術開業試験の前期、翌1898年5月に、 後期の試験に合格した。医師になるためには、通常なら3年間の過程が必要なところを、猛勉強の末に1年半で学問を収めたことになる。これは、すでに薬学を収めていたために一部の単位が認定されたためだが、夜は布団を縦半分に折って寝て、寝返りを打つと床に転がって、目が覚めるので、そのまま起きて机に向かうといった具合に、 新職を忘れて猛弁学に励んだとの逸話も伝えられている。同1898年、私立伝染病研究所に入所して、北里柴三郎の助手を務めて修行を積んだ。北里は当時、すでに血清療法の開拓者、日本近代医学の父として著名な人物であった。また北里はただと同じく、熊本出身であり、口術のように結婚の売借 中国の開業の助言など、講師にわたって、ただの恩師となった。北里のほか、同じく、熊本出身であり、日本で初めて帝王切会を行った、日本の産婦人科学会の始祖である、浜田玄達にも支持して、浜田から産婦人科学を学んだ。研究所の同窓には、野口秀夫もいた。翌1899年に遺跡登録し、牛深で開業した。 高知町での送別会。前列の左から三人目がただ、その右は吉岡弥生。ドイツ留学時代。左端がただ。ドイツ留学時代。後列右がただ。ただは実地研究として、東京市内や地方の病院で医局員として勤めたが、自身が専攻を望む眼科学の研修場所は、当時としては医学の本場であるドイツが唯一であった。 ドイツは、ただが、開業前に、伝染病研究所にいた頃よりの夢であったが、娘にそばにいてほしいと母に壊れ、すぐ実行に移すことができなかったとの経緯があった。1902年に上京して、ドイツ留学を目指し、ドイツ語を学んだ。猛勉強が叶って、1902年には、帝国ドイツ学会の会員となった。1903年、ただはドイツへ渡った。 巡査の初任基本給、月宝が12円、銀行の大卒初任給が35円の時代にあって、渡航費には7000円もの莫大な費用を要したが、父と兄の援助があり、合唱であった実家の財力があればこそであった。出発前には、東京府麹町で、日本上位会の新年会を兼ねた、送別会が開催され、ただの再生学者での学友にして、同会の会長である、 吉岡弥生が漢字の一人を務めた。当初はベルリン大学を望んでいたが、目標は医学士号取得であり、同大学で、それが不可能と知り、フィリップ大学マールブルクに留学した。マールブルク大は、当時、公式にはまだ女子の入学を許可していなかったが、国外の正規の医学家庭修了者に限定して、受け入れを始めていた。ただは、 北里柴三郎からの紹介状に加えて、すでに医師免許を持っていたことが功を奏して、同1903年春に、マールブルクの長高生の資格を得た。ただの専門は眼科であったが、せっかく来たのだから全教科をと勧められ、マールブルク大で眼科と衛生学研究所に所属し、病理学、生理学、産婦人科学、内科学、外科学と、医学部のあらゆる授業を受けた。 朝7時から午後の14時まで複数の授業を受け、その後もラボで実験に明け暮れる過酷な日々で、ドイツ滞在中はほとんど下宿と大学の往復だけの日々を送り、ドイツ人との交流の機会もなかった。眼科の研究のみを目的としていたただにとっては、眼科以外を学ぶことは不満であったが、ここで全教科を学んだことが後の医療活動に生きる結果となった。 同1903年、よき理解者だった父が死去した。ただは深く悲嘆したが、当時は空路がなく、帰国が容易でなかったこともあり、涙をこらえて留学期間を一年短縮して勉学に励んだ。兄も責任を持って学費の送金を続けた。日露戦争の開戦後は、小国である日本のものとして小馬鹿にされることもあったが、戦争で日本が勝利すると、 周囲の目も変わり始めた。1905年2月上旬、ただは、新生児臨近性結膜炎の予防法に関する、学位論文、エクスペリメンテルアンタースシュンエンウーバーデンウェルトデソー、次難点クレデスカントロピフェンズをドイツ語で書き上げ、同1905年の眼科学専門雑誌、キシチリフトフィワオーゲンヒルクーンデに掲載された。この論文に続き、同千九百五年二月から、 高等諮問を受けた末、ただは念願の医学士号、ドクトル・メディツィーネを得た。マールブルク大創設以来、女性初の医学士号取得者であり、日本人女性としても、初めてのことであった。マールブルク大の付属文書館に保管されているドクトル・メディツィーネ受験者たちの書類によれば、男性受験生たちは慣例に基づき、専門領域の受験料として350マルクを、 支払ったが、ただは先行する、眼科以外にも、全教科の高等試験を受け、通常より多い525マルクの受験料を、費やしており、加えて2週間もの高等試験に耐え抜いての、快挙であった。1905年、ただは日本へ帰国した。ただが牛深へ帰郷すると、住民たちは、名誉ある学位を手にした彼女の外線に、故郷に錦を飾ったと熱狂して、 港に船団を組み、漁船が大量機を振って出迎えた。帰郷してきたただは、質素な服装であり、むしろ出迎えの人々の方がその姿に驚いた。新聞記者の取材構成が激しく、出迎えた兄と姉が、旅館の押し入れにただを隠さなければならないほどだった。その後は、牛深の成果を一部改造して、眼科医院を開業した。患者は、天草全土から訪れた。 後に学習院女子部から日本初の西洋女医としての強い依頼を受けて教員として務め生理衛生学を教えた。しかし自らの天文は教育者ではなく医師と思い直して教員を辞職した。明治天皇の辞意にとの話もあったがそれも断って東京フレンジャク長に裏伝案会員を開業した。ここでも当時の日本においてドクトルの学位を持つ者は 女性では、ただのみであり、男性すら少数であったことから、委員は大いに繁盛した。1907年、北里柴三郎の紹介により、北里の文下生で、伝染病研究所の薬剤師である、中村常三郎と結婚し、中村生となった。売借人は北里夫妻が務めた。なおただは帰国後に、文部省に論文を提出して、学位を申請したことが、 東京維持新市1417号で報じられた。このことは1906年のベルリンの月刊雑誌、オリジナルサウンドトラックアシエンでも取り上げられ、日本政府が女性に学位を授与するかどうかはドイツでも注目されたが、結局は女性に学位を授与した前例がないとのことで、実現することはなかった。同人病院前での記念写真。左から3番目が、ただ、4番目が、 夫の常三郎、同人病院での、ただ、夫の常三郎、看護婦たち。その後もただは、病気に苦しむ人々を、より多く救うことを望み、その道を求めて、北里芝三郎のもとを訪れた。北里はただに、満州の目に余る、医療事情を教えて、ドクトルの称号を得た、君は、この日本にとどまらず、本当に、 君を必要としている地で力を振るうべきと強く説いた。同1907年、ただは新天地を中国に求めて、夫と中国大陸に渡り、天津疎開に総合病院、同人病院を開業した。同人は、広く平等に愛するの意味での命名である。同人病院は、当時としては、珍しい鉄筋コンクリートの3階建てで、入院部屋は15室あった。 ただはこの病院の院長として、同郷の看護婦たち、数人の大臣や助産婦たちととともに診察にあたっており、加えて中国人の球児たちや、社夫も雇う大状態であった。夫の常三郎は一階で薬局と印刷所を経営する多角経営の病院であった。ただは、ドイツのマールブルク大で医学部のあらゆる事業を受けたことが功を奏して専門である眼科のみならず、 産婦人科、内科、小児科の診療も受け負った。記者に乗って、1日がかりで往診する日もあった。当時の天津は、中国やヨーロッパなど、各国から訪れているものが多く、病院の患者も様々であった。診療では、通訳を雇わず、かつて学んだ英語とドイツ語、そして新たに習得した中国語を駆使していた。通訳を経ずに、直接話すことで、ただは、 患者と心を通い合わせることができた。ある時には相手がハンカチで口を塞いでうつむいているので事情を尋ねるとニンニクを食べたので匂いがするというので、ただは私は中国人と仲良くするためにここに来ました。中国流を学ぶために私もニンニクを食べなければなりませんと笑顔で返した。同人病院は約30年にわたって順調であったが、 1930年代には満州事変、第一次上海事変と相次ぐ日中の衝突の勃発に伴って日本人であるただの立場は次第に悪化した。同人病院も一部が天津に駐留していた日本軍に接収された。ただはそれでも夜間の往診で中国人の社夫に人力車を引かせて平気で外出していた。中国の兵士に取り囲まれて 銃を突きつけられることもあったが、同行の看護婦が言葉を失う中、ただは昼まずに中国語で、誰々の往診へ行くところです、と即答して切り抜けた。満州事変勃発の翌年の1932年、糖尿病を患っていた夫の中村常三郎が、急性した。ただは、医師として、多忙のために満足に夫を看護できず、体調の急変にも気づけなかったことを深く後悔した。 苦しむ患者を救うことを己の使命としていた医師としての生涯で唯一、この時だけは医師となったことを後悔した。友人に辞めようかと思ったとも話したものの、自らの使命を医師と信じ、その道を貫き通して満州事変が激しさを増すまで天心で医師として働き続けた。しかし日中関係の悪化に拍車がかかったことで、同人病院は閉鎖を強いられた。 池上千足長の中村眼科委員。右端がただ。中央は中国時代からただの元に勤めていた看護婦。熊本開発研究センターによる雑誌、熊本開発での1993年のただの特集時、ただの元にいた唯一の存命人物として貴重な証言を語った。左端は中国留学生。ただの死亡広告。 友人総代として、新垣清と、漆山又四郎の名がある。同1933年に、ただは、同人病院の閉鎖により、中国に見切りをつけて、西洋も兼ねて、日本へ帰国し、郷里の牛深で開業した。この牛深での診療科は、眼科と産婦人科であり、産婦人科は眼科に加えて、当時の甘草で特に必要とされていた医学であった。ただはここでも、 中国と同様貧しい者には無償で接した。この牛深での開業時は、女医の珍しさと名声により、島の内外から患者が押し寄せたとの説と、逆に初老の女医との評判が良くなかったため、患者は滅多に来なかったとする説がある。合商であった成果も、ただの誕生時には徐々に陰りが差し始めており、この当時にはすでに王子の賑わいはなかった。 翌1934年に上京して池上専速町に中村眼科医院を開業した。この医院はただ自身が隠居仕事とも呼ぶほど小規模のもので、1日の患者の人数はせいぜい一桁であった。カルテの枚数も9枚止まりのため、ただは階段の皿屋敷を真似て10枚に満たないカルテを1枚、2枚と数え番長皿屋敷病院と改名しようかしらと。 冗談を飛ばして笑っていた。しかし、委員の尺屋代50円に対して、天津の同人病院の貸賃として200円の収入があったため、生活に不自由することはなかった。北里柴三郎門下で、赤力金発見で知られる、志賀清が癌研究所の稲田隆吉や、近隣の中国人留学生たちとの交友もあった。歓暦を迎えた後、長年にわたって、 医療活動にその身を費やしたことで体を病み、入院過療の身となった。東京での開業の翌々年、1936年6月18日に、池上千足長の自宅で稲田隆吉に見取られつつ、肝がんにより63歳で死去した。東京で行われた葬儀には、吉岡弥生をはじめ、東大一流の医学者たちが参列し、 死賀清と漢学者の漆山又四郎が友人総代を務めた。遺骨は長崎県島原町で夫の常三郎と共に葬られた後、文骨が牛深小学校の近隣の山頂に父と共に葬られた。中国と深く関わりを持った忠は日本と品が戦争にならなければいいのにと日中の関係を最後まで憂いていたが、その願いも叶わずに、 日中戦争が開戦したのは、くしくも死去の翌年のことであった。ただの存命当時は、ジョイ会における先駆者として、ジョイ会では注目されたものの、同時期の先駆者の一人である、吉岡やヨイラーと比較すると、日本から離れた期間が長いため、一般的には、関心は持たれなかった。昭和40年頃からは、郷土市やや関係者の間で、ただのことが語られるようになったが、 それも断片的なもので、資料が不確実なために誤りも参見された。1992年10月、日本人女性発のドイツ医学士ご取得の功績により、社会に貢献した熊本の人物を称える熊本県近代文化功労者の一人として選ばれた。このことが契機となり、ただの研究は徐々に進み始め、文献でも取り上げられるようになった。 2011年11月、名古屋町の元医薬品会社員の自費出版により、九州各地の医療の先人や活躍中の人物、計24人を紹介した、明日を開いた、九州の医療改革者たちが発行され、九州出身の北里柴三郎、熊本で、ハンセンン病患者の救済に尽力したハンナリデルと、枝ハンナライトらと共に、ただが、無名の医療改革者として紹介された。 2020年8月には、天草宝島観光協会によって、ただの生涯を伝えるリーフレットが制作され、配布が開始された。翌2021年には、テレビ熊本により、ただの生涯が、テレビドラマ、浦田由衣医者としての使命に燃えてとして、1月17日に放映された。テレビ熊本のドキュメンタリードラマ、強度の偉人シリーズの第28作であり、 かつて熊本から世界へと飛躍したただの存在を広めるとともに新型コロナウイルス感染症の拡大という苦境の中で戦う医療従事者への感謝と敬意を趣旨として制作された作品である。ただ役は松下ゆきが演じた。浦田ゆ衣の検証費の12006年3月、牛深でただの功績などを研究する牛深歴史文解散の会がただについて 日本女性の地位向上に貢献したただの偉業を、称えると発案したことで、ただの成果近くの、むつみ公園に、ただの検証費、ドクトル・メディツィーネ・ネウラデン・ただ女子が混留された。試行費用を、無料デン・ただし検証費混留規制会により、募ったところ、多くの協賛が得られた。ただの成果、よろずやはすでに取り壊されており、現存しない。王子を忍ばせる、建造物としては、 蔵の実が現存し、地元では歴史ある建造物として、原や明像の愛称で親しまれている。2016年の熊本地震のような大地震に伴う倒壊が危惧され、2017年に危険家屋の解体を対象とする補助金が熊本市に申請されたことから、熊本県建築士会山草支部では、蔵の保存活用への機運を盛り上げようと、 翌2018年8月から2度、現地でワークショップを開催し、蔵の保存活用策などについて、意見交換が行われている。また、ただが、薬局の開業前に身を寄せていた、吉田昇華堂も、江戸時代から続く薬屋として、令和期以降まで営業しており、店には、ただの写真や手紙が残されている。2021年、母校である、 熊本大学薬学部の同窓会とただの親族のものの寄付により、熊本大薬学部のしげるしげる建前広場にただの胸像が設置された。ただの工学心と功績を称えるとともに、今後の医学や薬学を志す学生の希望となることを期待したものである。彫刻は、 熊本の彫刻家の大型信幸が手掛け、ただがドイツでドクトルメディチーネを取得した頃の30歳頃の姿を表している。同2021年8月6日に除幕式が行われた。朝日新聞1906年9月13日、東京長官、ただがドクトルの肩書きで掲載した開業広告家地記で頭脳名跡、合法な性格で、こうと信じたことは断じて、 実行に移す性格であった。父にも、この子が男だったらと言われたほどだった。ドイツから帰国後の開業時には、朝日新聞の1906年9月13日の東京長官で、ドクトル浦田結市の名で開業広告が掲載されており、ただの積極性がうかがい知れる。こうした気質は、熊本出身の女子教育者である、矢島か子にも代表される、頑固で一本気な、 熊本の女性、肥後の毛布、男性で言うところの肥後もっこすとも指摘されている。ドイツ学者の植村直樹や、牛深歴史文解散の会の郷土師屋である、吉川茂文は、ただの人物像について、父の影響が大きいと推測している。父の裏伝、下にあは、よろずや七代目で、家業の傍らで、啓蒙思想家として、政治運動も行った人物であり、 薩摩の父である、西郷隆盛や大久保利市道らが京都へ向かう途中、牛深で交流した仲であった。源明は自分の子らの中でも、ただお得に可愛がり、ただは源明の性格を最も強く受けた。熊本の眼科、内科医で著述家でもある、ゆふあき子は、牛深は、古来より天然の良好として知られており、 対岸の薩摩藩とも交流があり、豊かな土地によって伸びやかな気風、過去にとらわれることのない人柄が育まれた可能性を指摘している。また、男性主導型の社会において、女性研究者が育つためには、当人の才能や努力は、無論のこと、影響力を持つ男性の指導が欠かせないことから、ドイツ文学者の石原愛香は、北里柴三郎がただを支援し続けた点にも、 着目している。日本初の女医である、おいの銀子が、女人近世の医学校で断層で学んでいたことと同様、ただも、学生時代は断層して学校に通っていた。また、日本人の平均身長が、男女共に160センチメートルに満たなかった当時、身長 164? または165センチメートル以上で、男性と間違われるほどの体格で、 動きやすいようにと常に袴を着用し、歩く時には袴の裾を蹴飛ばすように歩いた。男性的な性格は幼少時から成人後まで変わらなかったようで、人力車に乗ると、車夫から、旦那、どこへ迷いませうと言われ、男性に間違われたことを喜んだと言われる。女性差別の時代にあって、差別や苦難も経験したはずだが、そうした差別に悩んだよりもむしろ、 いかに男のように振る舞うかを楽しむ余裕を持った女性だったとも見られ、再生学者入学からわずか3年で医師に、留学からわずか2年で医学志望を取得できたのは、そうした強くて広い心によるものとする意見もある。その体格や医学を望んで結婚を捨てたとの逸話から、波外れたを意味する現地の方言で、とつけも、にゃー女子とも呼ばれた。そうした除血ぶりの一方で、 ドイツ留学時には生命保険を契約しており、留学中に死去した時には、母が受け取人として保険金1000円を受け取ることになっており、ただは莫大な渡航費用を負担した両親へ恩返しするつもりだったとも考えられている。学位取得時の論文の冒頭にも、マイナーリーベンムターウントデムアンデンケンマイネスリーベン、ファーターズドンクバルカイトウントベレイラングジドメトとの 検事が添えられている。また、中国の同人病院で働いていた時代の肖像では、年を取るにつれて表情が柔和になっており、多忙ながらも充実した生活を送っていたことが伺える。当時の中国では、日本人が圧倒的な優位にあったが、ただは病院での患者に対しては、国籍や貧富の差を嫌って、平等に接した。 富裕層階級の婦人が診療に訪れることもあったが、そのような時でも富裕層を差し置いて、最も具合の悪そうな患者から先に診察した。大診療を払えない患者がヤグを売って金に換えようとしても、そんなことをして、病気が悪化したらどうするのですかと、それを思いとどまらせ、逆に布団の元にそっと金を置いたり、そばにいる子供に金を握らせたり、といった逸話が残されている。 いは、人術の理想を実践し、食事などは、周囲の看護婦たちと同様に済ませて、夫と共に極めて質素な生活を送った。誰にでも平等に接することで、患者たちからの信頼も厚かった。人々からは深く敬慕されて、女神様とも呼ばれた。ただの遺書没後の1990年代には、ただが死去の前年に書いた遺書が発見され、その中には、 夫に対しはも思考もすればよかったと思う申し訳、亡き次第なれど、何事も父上と、夫は私の心を奥までご洞察くださると思うとあり、父と同様の波乱万丈な生涯を振り返りつつも、優しい女性の心情がうかがい知れる。後年に、ただの義孫は、叔母であるただを改装して、優しい人でしたと語っている。中国での開業時の逸話にもあるように、 差別をせずに人々に平等に接したただの行いは、平成及び令和期以降においても、熊本県教育委員会による、小中学校の道徳教育用資料、熊本の心にも採用されている。東京帝国大学医学部眼科初代教授である、川本茂次郎は、日本眼科学会期間月刊誌、日本眼科学会雑誌のコラム、眼科ごとにおいて、ドクトルの学位は、 日本の医学博士に相当、あるいはそれ以上に評価が高いと述べ、ただを、日本人女性、最初のドクトルとして高く評価し、女流眼科医の海祖たるかあるいは海祖に近い一人で、あろうと語っている。石原愛花やドイツ文学者の前は稽古は、浦田結衣が20年以上にわたって、中国で医師として活動したことについて、日本国外で活躍した女医として先駆的な存在と述べている。 また石原は、ただが、ドイツで女性初のドクトルメディチーネを得たことについて、ドイツ人女性で、マールブルク大での初の取得が、ただの2年後であり、その時も依然として、プロイセン領の大学では、女子大学生を公式に受け入れていなかったことから、ただの学位取得は極めて異例の措置であったと、指摘している。歴史研究家の鈴木隆はただを、 不屈の精神により女医及び経営家として成功し、日本の女性の地位工場に大きな足跡を残したと評価している。天草市の天草宝島観光協会牛深支部によるウェブサイト浦田ゆいでは日本眼科女医会の先駆けとされている。明治女医師の研究者である三崎優子は、ただを明治女性史、日本医学史上でも、 非常に高く評価されるべき人物の一人と話している。一方で、地元の天草市には、ただの検証費が混流されているにもかかわらず、ただの業績は、戦術の、明日を開いた、九州の医療改革者たちで、無名の医療改革者として取り上げられたように、競技ですら知名度は、決して高くない。これについて、鈴木隆は、その知名度の低さを、若年時に競技を離れ、 生涯の大半を東京や中国で過ごしたためと分析している。三崎優子は、ただが当時の社会、医学会、女医会では、さほど重要視されなかったことについて、時代の限界であったのだろうかと述べている。ありがとうございます。